えー、クニオですす、えー、連投になります、えー、と本日は、まあ、これを撮ろうと思ってたんだけど、あのー、いよいよ明日から予定通りでしたらひなフェスがねえー、3Days 繰り返されてたということなん繰り返されてるいか 3Days あったということなんですけれどもまあ僕も参加しようと思って、えーね、楽しみにしていましたが、まあ、結果的に、えー、と今ある形今ある状況というところで、まあ、楽しんでいこうという ことになっておりまして、まあそれをちょっとどういったね、えー、とふうにしようかと思ってたんですがせっかくのうさぎの羊というここ名乗ってるんですけどまあちょっと僕の作業場券えっ、ー、と大きな音楽映像もでっかい画面で見れるよというまあ分かりやすく言ったらそういう環境なんで、えー、とこの YouTube を見ていただいている方 とあとまあ基本的には僕の,あの知,人知人の知人ぐらいですね。という方々対象に、えー、と3日間、う、え、ち、ー、を開放ということにしたいと思ってますので、その後、案内になります。興味ある方は引き続き案内しますので、見てあげてください。で、最後の動画の最後に具体的にどういうふうにすれば、えーと、僕の知人でなくても参加できるかということを説明しておきます。よろしくお願いします。えっ、ー、とね、 場所は新宿からでもくれるんですけども西武新宿北口新大久保そして大久保 JR ですね JR 総武線大久保駅の南口なんていうところが最寄り駅になりますえっ、ー、とね何をするかというともうこれはあの単純にホームパーティーという必ずこういう説明でいきますからホームパーティーをやりますでその中でうち、まあ、にある、まあ、こういったいろいろなんですけど アローのコレクションであったりまあ音楽的なルーツのものとかをもしご興味があればですけどちょっと説明しながらこの,このひなフェスが行われる1時間前ぐらいからかなちょっと皆さんと一緒にまあ食べるもよしお酒飲むもよしみたいな感じですよでやりながらあの放送が始まった瞬間は放送を見ていこうよとまあぶっちゃけとそういう感じです。 で楽しい時間を共有するということで生まれるマジック狙いなんですね常にね、うん、でまあまあ本当は会場で見たかったけど、まあ、それは叶わなかったんで、えー、これ事の発端というところですけどもう何人もの方にうちでなんていうの一緒に見ないかと見る機会作れないかというふうにご相談いただいたんでまあ検討しできることはやるなので。 できるとと思思い、まあ、準備をし明日日から3日間ですね行おおうと思っておりますで、ここはルールはさっき言ったような形なんですがそれほどカチカチなものではないのであと僕はちょっと YouTube チャンネル伸ばしていきたいという気持ちがあるのでこのチャンネルに登録していただいた方で事前にご連絡いただいた方は あの参加の権利はございますので、えー、ともし明した参加したいようなんて人おりましたら、えー、とここの概要欄にちょっと時間がもうこれ上げた後の1時間後2時間後になっちゃうかもしれないんですけどあの貼っておきますのでその通りえっ、ー、と手順を踏んでいただければ、えー、とご参加可能という形になります。ねでじゃあ僕が普段 あウサギの羊とかハロプロナイトというところでどういうことをしているかということもしっかり説明しながらあ最後まで伸ばしたいわけじゃないんだけどあの理解してもらって、えー、っと付き合ってもらいたいのでそちらの方の説明も一回聞いておいてください。基本的にハロプロの曲メンバー,あー長い歴史ありますけどもその中であの僕が好きなメンバーともか数がもう数えられないぐらいになってまして。 で嫌いなメンバーいないんであのどんな推しの方でもあとそ,それなりにがつくけどそれなりに何て言うかまあ自分のことまでは思ってないかもしれないけど自分の見方か考え方かなっていうのを経験と同時に勝手に想像しながら見てるというタイプの推し方してた感じっす。で一番なんかあの共有したいところっていうのはその似たようなところなんだけど。 まあ、推しの熱量とかでもいいけど、まあ、どんな人生のタイミングでどんな感じでハロー好きになって、まあ、きっかけとかね、これで今こんな感じなんですよなんていうことが情報交換できれば、これハローが好きになっただけでもうさまざまな年齢、男女、価値観、今のポスト、さまざまな方々とコミュニケーション取れるじゃないですか。これがやっぱり僕、醍醐味だと思ってて、もしそういうところ、 ももちろん扉開けたことなくてて初めてでで大丈夫ですそういうコミュニケーションの部分っていうのに興味があるよっていうふうに言っていただけたらもう僕はそこの扉を開けたりその後の出入り口風通しを良くするのというのがなんか自分は役割だと思っていて向いていると思ってやってるところがあるんでもしあの何か不安でとかなんか昨今の社会情勢含めて暗い気持ちになってるよなんていうのあるようでしたら。 もうここは僕に僕に任せてはちょっと言い過ぎなんだけど、まあ、今そんなに似たようなことを言おうとしちゃったんだけど <laughs> 僕みたいな人もいるよということで何かポジティブになっていただけるきっかけつかめたらというふうに思っておりますまあそういった場所を作りたいという気持ちに賛同いただけた方ということになりますけども、えー、もしお時間がありご一緒したいという気持ちになっていただけたら明日からの3日間ですね。具体的には3月30月日日金曜日 モーニング娘 zero プレミアムこれが14時45分から放送ってことになってるんでだいたい13時そうだね、半ぐらいからうちわちゃわちゃ行けるようにしときますで、あとは土曜日3月21日土曜日は12時からビヨンズプレミアムこれも11時ぐらいからうちでわちゃわちゃできるようにしときますで、あと3月22日日曜日これは最後ですねあの、室の卒業 15時半からアアンジュルムムプレミアムこれまでは14時半ぐらいからにしましょう。わちゃわちゃに。<laughs> わちゃ多いなとなるかもしれませんけどそういった空間を作ってお待ちしておきたいと思っておりますのであの基本的には、えっとね、参加どういう風な条件かというといつもうさぎの羊のルールはここに参加したりしたら、まあ、うちにある食べ物を簡単なスナックとかあるんだけどそれはもうあの持ち込んでくれてもいいし何食べてもいいんです。 で,そこが2000円が会費で飲み物ってなるとワンドリンク分はあのお付けしますけどそっから飲み放題がプラス2,000円でうちのワイン以外もうワインはあ、開ける時は俺に言ってくれれば開けるからあのね結構ねあの勝手に開けちゃう人いるんだけどそれね落ち込むんで <laughs> その辺はちょっと相談しながら。 やりましょうでまあまあそういう風な形でそれも概要欄に載せておきますよ。で基本ルールそれなんです。まあであと飲み放題の場合はもうエンドレスいる納得いくまで採算度外視なんであの飲んでいただいて結構やんで、まあ、それで春を語って楽しもうよということでございます。ねじゃあおさらいしましょう「うさぎの羊」もし参加されたい場合というのは「ひなフェスの」のスペシャルということですね。 えと概要欄に貼っておきますので、えー、そちらにルール通りなことをやっていただければ是非初めての方でもこれをご覧になってるあなたはご参加いただけるということでございます必ずその一言コメントとかもくださいねそれでチャンネル登録をその時はその際はしていただけるとと思っております、えー、と僕もちょっと YouTube を始めて1ヶ月少しになりますけれどもさまざ、あ、まなルールを一つずつトライしながら試しながらになっていまして まあこういった形が一番いいのかどうかというところもご意見いただければ、まあ、あ僕なりに調整しながら進めていきたいと思っております引き続き国オチャンネルの方と合わせて、えー、っとハロプロナイトであったり皆さんと交流できる場所というのを楽しみに進めていきますのでお付き合いよろしくお願いいたしますそんな形で本日はひとまず追いとまさせていただきます国オでしたじゃあ明日から会える方は乾杯しましょうよろしくね